皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の暗号資産投資教室を始めておくと思います草コイン新聞購読視聴規約ここで一旦ねこの動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句こと細かくお読みください どこか一箇所でも承諾できないところがありましたらこの動画を見ることはできませんのでここで切ってください、えー、一語一句すべて承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねこれは私の、えー、個人 LINE ですので、えー、動画の感想などをお寄せくださいそしてですねえー、っと、えー、LINE グループね 通貨と FX の、ね、LINE グループに、えー、全国版に、えー、お入りいたしますのでどうぞ LINE ください、えー、まずは、ね、全国版に入っていただいてそこからです、ね、スピリチュアルグループとか、えー、<laughs> FX グループとか5億円グループとかカラグループいっぱいありますからね、えー、いろいろ、ね、分岐させていただきます令和元年5月14日火曜日暗号資産 サイン中野研究会えっとね今日の千葉県松戸市はね先ほどまで、ね、晴れてましたそれで私もねまたねいろいろ、えー、仕事上があってねあちこち行ったりして帰ってきたんですけども、うん、あの良かったですよ外はねで今は雨降ってきてます今の時刻は5時5分です夕方ですね本日の本日の題なんですけどもう参りましたビットコイン90万円突破しました えそれでね、ここでね、ちょっと電話が多くかかってきてるので、ビットコイン ETF の投資戦略のまとめについてですね、今日やっていきたいと思います。はい、あの、ずっとかね、あの、ビットコインガチョしてんだけど、あの、いつ売ればいいですかっていうね、電話が結構多いんですよ。電話とかメールとかね。えー、LINE ですね。で、まずは、えっ、ー、と、まずは、ビットバンク。わった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 。落ちましたね。落ちましたね。90万円いってちょっと落ちましたけれども、 さっき91万円か。91万いったんだね。そして今88万6000ですね。ちょっと今買いたいところですね。これ買いたいところですね。とりあえず90万突破しました。おめでとうございます。イェーイって <laughs> ことで、どこまで上がるんだと。ふざけんなと、ここの朝一番でね。朝と昨日の8時15分か。から上がり始めちゃってね。で、今、今さっきですね、ここ。 3時45分にまたバカ上げ開始したんですよね。はい。そしてね、えー、なんとリップルがね、これビットコインじゃないよ。これリップルだからね。リップル、15分足、1時間足、見て、切っちゃいましたよ、リップルが。はい。朝の10時からバカ上げ開始しました。はい。リップルはね、ある日突然ね、何かわの顔してね、バカ、バカするんですよ。あんだけ顔に変えてって言ったでしょ、リップル。 あんだけ買ってって言ったでしょ ?35 円だったのが、今朝のね、今朝の9時までがね、今41円、41円 20, 20銭ぐらい、23銭ですね。あんだけ買ってって言いましたよね、リップル。はい、爆上げしました。これね、もうここにそっくり。はい、2017年の年末ですね。これ見てください。 何食わぬかをして爆上げ開始してますでしょ一日でちょこちょこしか進まないから。一気にはいかないから。で、一日で今日どこまで行ったお、えこんな、こんな行ったこんな行ったうん。ということですね、あのー、皆さんお金欲しいの投資家になりたいのお金欲しいのはい。あとは、えー、モナコインも、えー、爆上げまたね。 再開発、再開始いたしました。あとはビットコインキャッシュにつきましても、そうですね。やばいっすね。年初割高値更新しましたね。で、ビットコインがまあ、90万円超えて、今、えー、89万、また8000、7000万戻ってきましたね。またね。はい、全然大丈夫です。はい、全然大あやっぱり、下ひげつけててね、買い戻されてるね。5分足。買い戻されてますね。強いですね。 強いですね。大,大口が、ここで90万円で利格、91万か。91万円で利格入れといたんですね。きっとね。利益確定売りですね。これね。はい。それを狙ってまた買いが入ってますね。どん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 。日本人ですね。これね。はい。<laughs> ビットコイン FX も手伝ってる感じですね。ちょっとね。ということで、今日中に100万いったら、 えー、夜はビールで乾杯ということになります、はい。あと財布ですね。財布も一緒です。財布も一緒で89万円。で、眠ですね。眠がなんと、眠がお眠から覚めてます。眠がお眠から覚めてます6円。6円30銭だったようなのが7円20銭になっちゃって、もうちょっと買い時失ったかな、これ。ふざけんなと。 いうことですね。それでですね、え今日は、ね、ちょっと時間になるのでそろそろ切りますが、え何なにこれ何これザーザラになってんのこれ。えー、っとですね、あ大丈夫ですね。はい、あの、ビットコインの今回の ETF はいつ承認されるのかっていうね、ブログをちょっと見させていただきます。ありがとうございます。それでですね、2つあるんですよ。 2つね、バンケット版と、えー、2つ今回承認されたどっち両方承認されるかもしれないしどっちか1個,個かもしれないということでですね、えー、正式にはいつ承認されるのかってことなんですが正式な品ちがここにねの載ってますのでちょっと見させてもらいますよさっき載ってましたけれどもあれどこだっけ <laughs> どこだっけえっ、ー、とど,どこだっけ はい、少々お待ちくださいね。はい、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 はい。ということで、はい。はい、ちょっと、ちょ,ちょ,ちょ,ちょっとなくなっちゃった。ここですね。5月16日と、ビットワイズ版が、ビットワイズ版 ETF が5月16日、バンエック版 ETF が5月21日、5月21日というのは、 えっと、5月21日は火曜日ですね。来週の火曜日。で、これアメリカ時間ですから、えー、日本時間では16日、17日の朝、朝、明朝だね。12時とか1時とか。うん、そうだね。2時とかだから怖いよね。夜だから寝られないよね。はい。で、21、22、21だから22の明朝だよね。それでですね、これどうすればいいのかと、ね。 いうことなんですが、これちょっとね、気をつけなくちゃいけないのが、皆さんね、これね、無料でね、この情報を教えてもらえるなんて幸せですよ、本当に皆さん。少し私は、私までね、この YouTube の、あ YouTube の動画解説欄にね、えー、私の会社の銀行口座載ってますから、えー、少しぐらいですね、分け前を、えー、私の会社まで寄付して、私も寄付してほしいなと。ね、あの、<laughs> すいません。 えっと、はい、えー、強制ではありません、強制ではありませんけど、寄付していただけたら嬉しいなということでございますが、えー、これね、すいません、ちょっと今日ね、時間がなくてねか、帰ってきたばっかりなんですよね。それで、また出なくちゃいけないんですよ、すぐに。それで、忙しくて、忙しくてね、もう日本全国回っててですね、えー、仮想通貨と FX でですね、もう日本全国回ってます。ほんで 今度ね、あの、目満別で、北海道の目満別でですね、あの、無料コンサルティングをやろうと思いますので、無料っていうか、まあ、ある程度有料ですけれども、えー、まあ、セミナーやろうか、セミナー。<laughs> 仮想通貨と FX の、えー、仮想通貨と FX の期待値の、えー、トレーディングのね、まあ、絶対に、絶対というか、まあ、ほぼほぼ勝てる、えー、期待値計算の計算方法。 これね全あの門外不出ですからねはいそれでですねこうありまして門外不出ですよだって永遠に稼ぐことできるからね期待,期待値で期待値で計算していかないとダメですからねこんな感じか こんな感じか。そして、えー、こんな感じですね。それでですね、あち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 、あこれどうなるのかっていうことですね。はい、上下、上下。えー、こうですね。それで、ビットワイズマン ETF は、えー、5月26ですよねで。これコピーしてですね。 こうですよね、5月26でしょこうでしょそしてバーネック版がこう5月21ですよねこうやるでしょほんでこうでしょ <coughs> こうですよね これがこれが木曜でねっこっちがかよえ火曜、うん、火曜火曜だね。よはい木曜と火曜ですね。それどうどうするかということなんですがえっとね。<laughs> ビットコインの価格どうなるかというと、だいたいこんな感じかな。ちょっと待って。<laughs> こんな感じだと思うんですよね。まあ今はもう90万円ですけど、どんどんどん,どん,どん上がってですね。そうか、こうしようか。こうでしょ めえー、まあこんな感じで上がっていきますよね多分そうだな100ちょちょっと待ってくださいはいすいませんで今90万ですよね今今ちょっと、えー、今見,見ますけれどもこれ眠うか えー、90万5000ですね。9十万5000円。90万5千円の。90万だとしておこう。えー、ゅう <laughs> おい、本当かよって感じですね。90う万円ですよね。今90万円ですよね。ビットコインね。で、どうなるかと。ね。で、直前は、直前は多分、 えー、例えばね、例えばの話ですけど、まあ、あと30万ぐらい上がるんじゃないかと。ね。1日10万上がってますから。1日10万上がってるから、も、ま、う、あ、120万ぐらいまで上がると。そして、これ承認されるかどうかってまだわかんないですよ。わかんないから、承認されたら、承認されたらバック来るでしょ。バック上げこうって。もうちょっとし、全体的に下にしようか。全体的に下にしないとダメだろ。書けないわ。 ねえー、90でしょで90で120でしょこれ ?120 でしょで爆上がりしますよね承認されたらね承認されたら、えー、これが多分200200、えー、200万ですね 200万ぐらいいくかなと思ってます。でそ,そうだな200万ぐらいいくかな。これね、200万ぐらいいって、えー、これでまた承認されたらね、承認されたら、もうさらにいくよね、これね。さらにいっちゃうから、すいません、準備不足でね。準備不足です。しょうがないんですが、 200万いっちゃってでさらに2つ目も承認されたらこれは多分星の星の数ほど、えー、アンドロメダ星までいくとこの傾斜が激しいとでこれは多分あのーまあえー、はまあ一説によると800万いくよというふうに言われていますねっ800万ねそれで一、えー、つだけ一つだけ承認される例えば 最初承認されたらいいんだけど、最初がし未承認だったらどうなるかと。ね、未承認。だったら下がるよね、一気にね。一気に下がると。で、これは、あ、ごめん、聞こえますかあ、あ、マイクのデス中、マイクのデス中。一気に下がってですね、これはね、多分ね、120万まで行ってるのに、70万ぐらいまで落ちると。ね、70万まで落ちると。 70万まで落ちてしまってで2つ目が承認されたらですね、えー、これは後,後追いだと後追いでうん200万ぐらいだとね二200万ぐらいだということですねそれでえー、っと2つ目も未承認だったと <laughs> 両方未承認だったらどうするかとねそうするとまた底辺を 底辺を味わうことになってですねまた、えー、35万35万の、えー、氷河期が氷河期が訪れるということですからはい、えー、こんな感じですね、えー、また氷河期が訪れてしまうので、えー、どうするかということなんですがねどうするかということなんですよこ,これ絶対こんな感じでしょだから <coughs> まず5月16日の 日本時間の5月16日の夜ね、アメリカ時間は朝だから夜に発表寸前にですね、えー、ビットコイン半分売りですね、ビットコイン半分売り。で、D、確定しとくと、半分売り。ビットコイン50%売却と。ね、直前にですよ、5月16日。 えー、アメリカ時間の5月16日だから日本時間は5月16日の夜でいいからね10時とかねここで売却ここでねそして上がってもいいよねそしてこの直前直前にはですね、えー、だからまた半分まあ,あの最初から考えると25%ですけどねまた50%の50%売却だから25%残ってるわけよだあの なんだよ最初から言うと25%。25%でいいかんじゃ。25%売却。<laughs> で、あと25%残ってるよね。で、それを、えー、と、様子見るということですね。それで、それでいくしかないよね、これね。だから、ここ,こでね、半分の利益が確定しないと、こうまた落っこって落っこって、また35万戻ったら、もう目も当てられないから。 うん、35万だったらいいけど、もう10万とかになっちゃう可能性あるから、えー、まず半分売却ね、だから落ちるから、必ず落ちるから、世界中の人がこれ半分売却するから、これが投資のセオリーなんですよ、株式とか FX の投資のセオリー、これね、重要指標発表がある前っていうのはです、ね、必ず、まあ、全額決済っていうのが基本なんだけど、まあ、あの今回、期待が大きいので、まあ、半額、半額売りということなので、 これはセオリーですよ、セオリー。セオリーって知ってるセオリーってのは、えー、成功者の法則ってこと。半分ね、例えば100万円のビットコイン、100万円分持ってたら、たあ例えばね、3ビットコイン持ってるよ,とするよ。ね、3ビットコイン持ってて、ね、40万円の時3ビットコイン、120万買ったとしたら、ここで1.5ビットコインを売却する。そした利益出るでしょ。やってやったと。で、落ちちゃったら目も当たらないでしょ。上がればいいんだけど。 ね、それで、あとここ1.5ビットコインあるよね。で、これ1.5ビットコインの今度、バンエックマンで落っこっちゃったとしても、またもうさらに下がるかもしれないし、さらに上がるかもしれないし、分かんないから、ね、下がって上がるかもしれないけど、と,とにかくここで、えー、今、だから3ビットコインのうちの1.5ビットコインこれ、売却したから、あと1.5ビットコインがあるよね。だからここで0.75ビットコインを売却する。うん、5月21日の深夜にね。 アメリカ時間5月21日になる前に、えー、っと、ビットコイン0.75ビットコイン売却する。そして残りの0.75ビットコイン、全体の25%で、えー、勝負するということになります。はい、これが完,完全完璧ですね。はい、あのー、すべてね、全額勝負するとね、一気に全部なくなる可能性あるから、この35万、ストンキョンでなくなるから、一瞬で終わるから。 35万で止まればいいよ。20万とか10万とか5万になるケースもあるからね。まあもちろん800万になるケースもあるけど、あの、どうせ、800万になる前にね、また、押し目つけるから、その時に買って、高くなったら売って、押し目つけて安くなったら買って売ってってやれば、儲かるから。 一生で何回もあるから何回も何十回も何百,何百回もありますからね、儲けるチャンスだっていうのは。はい、だから、あの、不安に思ってる人は中野研究会に今すぐご加入ください。1万800円を銀行振込、あの、この YouTube の動画解説欄のね、えー、一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の、えー、三菱 UFJ 銀行の 松戸支店にお振り込みください。普通銀行、普通口座にお振り込みください。そしたらもっと詳しい、ね、お話をさせていただきます。もう一度見てみましょうか。だからバーンエック版、ビットワイズっていう会社の ETF 申請は5月16日に承認される結果が出ると。バーンエック版 ETF の申請承認結果は5月21日ですからね。ですから投資戦略としてはこれを、ね、覚えておいてくださいよ。 これね、紙に印刷してですね、壁に貼っといてくださいね。絶対頑張ってくださいよ、皆さん。必ず億万長者になろうえーっと、それとですね、えー、もう一回見ますよ。そうですね、89万4千円ぐらいで、もじもじしてますけどね、さっき91万円までいきましたからね。ま,あ、またいきます、すぐに。財布はもう9十万1千円ですからね、財布は。 90万1000円ですからね。リアルタイムにしようか。まあんまいか、90万1 0円。まあ、全然大丈夫ですからね。あと、眠はお眠から、えー、立ち返りましたっていうことと、あと言わなくちゃいけないのは、えー、みんな大好き、リップルですね。リップルが爆上げ開始しました。40円いきましたんで、リップル爆上げ開始宣言、100円、100円、200円まで一直線でいく模様200円までですねう後ろを振り返らずに、 えー、一目散一直線で、ちょっと待ってこれ、ちょっと待ってください。えー、ね、えー、リップル、えー、後ろを振り向かずにですね、えー、100円まで、あ、200円まで一気に行く、えー、との情報が入っております。皆さん、必ず億万長者になって、えー、笑顔でですね、えー、中野研究家のセミナーに出席して、えー、ハワイのね、ワイキキビーチで飲み会をやりましょう。それでは、 千葉県松江市よりトムクルーズがお伝えいたしました。good luck。神のご加護と幸運を。